はい、本日はですね、僕のジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなというふうに思います。ということでね、僕がアパレルのやってる、立ち上げたジャパンメディアっていうのがあるんですよ。それの売り上げを発表するんですけどね、とうとう来ました。これほんまにね、あ、ちょっとずつマジでこう夢がどんどん叶っていってるなっていうのはね、あのほんま皆さんのおかげなんでね、まあこれ一緒に共有していただこうということでね、見ていただいておりますので、まずはですね、売り上げの発表からね、早速していきたいなと思います。はい、ではですね、僕のオンラインショップの方を見ていただいてですね、こちらのオンラインショップの、データの方を見るんですね。データの方の売り上げを見ていきます。昨月の売り上げが何本あったかというと、2022年の6月。さあ、いくら売り上げがあったんでしょうか。ちょっと電波が悪くて申し訳ございません。あ、出ました。こちら過去最高となっております。607万円の売り上げがあったということで、本当買っていただいた方本当ありがとうございました。でこれはですね、僕の過去最高齢なんですね。今までで見た時にこれが一番いいということで、例えば、昨年とかで見ても一番いい時でも、599万円やったということなんで、600万円超えたということでね、一番いい状態の数字が出たんですけども、まあ、これはね、あの僕が一人に何回やったからじゃなくて、まあ、工場さんはね、全部専門の工場さんを選んでるから、それはやっぱ品質もいいんですよ。だから僕がすごいとかじゃなくてね、ほんまに工場さんが頑張っていただいてるということになってますので、これからもね頑張っていきたいなと思います。気になる順位の方をね見ていただこうと思うんですけども、順位さあ何位になったんでしょうかという総合ランキングがあるんでね、これを見ていただきたいなと思いますが、2022年6月はなんと25位まで上がってきました。本当ありがとうございます。これは日本全国の中のランキングで25まで上がってきて、まあ、僕は今年中に10位以内に入りたい、まあ、9位8位とかに入っていきたいということはね前から命名してるんですけども、25位まで来てね、おすごいとこまで来たなと思ったらね、今月ちょっと下がってます。200何位まで下がってるんだけどもね、まあ、なんとかですね今年中にその10位以内にはちょっと入ってみたいなと思うんですけども、まあ、それだけ売り上げがあるってことは、そんだけ工場さんにねあのお支払いができるということで、次のところで何も支払ったんですかっていうところね行こうかなと思います。まずはですねこちらの請求書、まず一つ目79,200円をお支払いさせていただきました。そして次がですね、これちょっと安いんですけど3,949円、これ実はサンプルなんですよ。あの新しく出す新作のサンプルを今作ってるので、またその話をしようかなと思うんですけども、これに関してはちょっと今までとは想像違います。服じゃないので、そんなもん作ってんやっていうのもね、また後で伝えしますし、その次がですねこちらが、343,728円ということがあったりだとか、次がですねこれは箱ですね、ネックレスの箱なんですけども、128,340円ということで、このネックレスの箱も、東京の会社ですね、印刷会社に依頼してたりだとか、あとは次がこれ228,789円ということで、領収書あり請求書ありまして、で次にこれもサンプル代ですね、具体的に何を作ってるかっていうのは、後々喋るっていうか今喋るか、サングラスです。サングラス作ってます、日本のサバイというところでサングラス作ってます。何やったら8月の9日、もう一回打ち合わせしに行くので、また作り直すんですけども、まあ、これサンプルね、サングラスので、次がですねこちら275,825円と、で最後がですね659,340円ということで、まあ100万か200万ぐらい、200万も多分いってないと思うんですけど、まあ、それぐらいねお支払いさせていただいておりまして、まあ、今月はそんなに支払いはないんですけども、来月ぐらいね新作とかでまたちょっと支払いが多くなってきたりはすると思いますので、本当ねそうやって皆さんのおかげでいろんな工場さんにお金をね支払わさせていただいておりますので、本当にありがとうございます。ではですね次レビュー見たいなと思うんですけど、レビューはねこの商品ページのこの下の方を行ったらね、レビューがザーッと書いてますので、これはね見れるんですけども、先月のレビュー文をね見ていこうと思いますが、まずはですねこちらのですねキーケースの方から見ていこうと思います。商品到着しました。とても迅速な対応ありがとうございます。これからも経年変化楽しんでいきますということで、大切に使用しますねということでした。でありがたいお言葉もありました。高蔵さん、山蔵さん、これからも無理せずに頑張ってくださいということで、他の商品も楽しみにしますということでありがとうございます。でもう一個ね、キーケースの方あったんですけども、札幌のポップアップ来ていただいたんですけど、2日目のね終了直前っていうことはあったんで完売状態やったんですけど、このオレンジのねキーケースが入荷したということで、買えましたということでおっしゃっていただいたりしてました。これからも経年変化楽しみながら育てていきたいなと思いますということで嬉しいお言葉です。そして次はですねネックレスですね、まあ、こういったネックレス、これはまあ僕ゴールドつけてるけどもシルバーとかもありますのでね、シルバーのレビューみたいなと思います。注文した翌日に到着しました。これ嫁像に僕言ってるから、早く出せ早く出せって、早く出せじいさんなんやけどもね、早く出せ言ってるんですけど、サイズが合うか不安でしたがぴったりということで、今まで自分でアクセサリーを買うのは中学の時、安くて脆いものだけでしたが、高蔵さん動画見て欲しくなり購入しましたということで、商品が届いて早速つけて出かけましたが大変満足してますということで、こういうの嬉しいですね。ほんまに実際買って使わんやったら意味ないじゃないですか。だけどこう買っていただいて使って、しかも楽しくなっていくっていうのがね、あほんまにまさに嬉しいなっていう感じなんですが、それとか、あと55歳の、おじさんですが少し勇気を出して購入しました。つけてみるとすごくいいシンプルなので、おじさんにも合いますということで、自分で言うのもなんですがということでね、言っていただいたりしますし、
それが何やったらね、こういうワンポイントで大人っぽくおしゃれに見える商品を探してましたということで、ありがとうございます。ジャパンメディアの商品は YouTube でもしっかり説明されているし、こだわりを持って作られていることが分かり、安心して買うことができましたということでね、ありがとうございます。ほんま日本の工場さんにね、もう全部依頼してますので、もう専門の工場さんだから、僕は全然大したことないんですよ。僕ただこれだけ、もうこっちやってるだけやから、ペチャクチャ喋ってるだけなんですけども、工場さんはこれなしでもう黙々と作業してね、一つ一つ丁寧に作り上げていただいてますので、本当に感謝やなと思います。で、次の方ね、ゴールドも注文しました。これね、ゴールドも注文しましたが、おしゃれなのはシルバーだよなーなんて思いながら、シルバーポチかっこよすぎましたということでね、まあ一言言うのであれば、45センチ、これ僕今50センチっていうのつけてるんだけど、45ってもうちょい短い、これぐらいかな、45とかやったらもうちょっと細めに作ってもいいんちゃいますかみたいな、女性に向けてね。で、そういうお声をねいただいたりとかしてて、ありがとうございました。まあ基本的にはね、まあ僕男性の方に向けて作ってることが多いんで、女性のねちょっとよく僕わからないんですよ。だから中途半端に作ったらね申し訳ないなと思ってるんでね、まあ、極力男性と、まあ、ユニセックスぐらいで作れたらいいかなと思って、もう完全に女性に向けて作るっていうのはね、まあ、今後もないかもしれないんですけど、まあそんな感じでした。夫への誕生日プレゼント、夫へのプレゼントをして購入させていただきました。前回の販売時に買いそぶれてしまったので、ということでね、購入していただいてありがとうございました。卓蔵さん大好きな夫がとても喜んでいて、今日から死ぬまでつけると嬉しそうに言っていますということで、ありがとうございます。シルバーはね、実はね簡単にね、汚れが取れる方法ってあるんですよ。それねまたお伝えしようと思いますので、本当にね自宅であるアルミホイルとか熱湯とか使うだけでねできますので、細かいところはこうクロスでね磨いたらいいと思うんですけども、全体的な色がくすんできた時はまたちょっとやり方をお伝えしようと思いますので、まあまだね購入されて1ヶ月2ヶ月はそこまでくすんでないと思うんですけど、半年ぐらいするとねだいぶくすんできますので、その時用のまた動画あげようかなと思ってます。で、次はね T シャツ、この今僕着いてる T シャツとか、あとはまあ半袖バージョンとかもあったりするんですけど、前回ブラックの M を購入してとても満足したので、今回はホワイトの M サイズも2着目として買ってしまいましたということで、やはり質がよく肌触りと何といっても着てる時のシルエットがしっかりしてて個人的には好きですということでね、これリピート買いしていただいてる方非常に多いんですね。色違いとか、あと奥さんとだから XL と M サイズ購入とか言ったら、多分これ夫婦なんやろなとかって思ってね見せさせていただいてるんですけど、そんなんとか、あと肌触りが思ってるよりも良かったですということで、梱包等も綺麗でということで、これ嫁像喜ぶと思います。僕梱包してないからね、嫁像がしてるので本当ありがとうございます。次がね最後ボディバッグですね。これのねレビューもありましたんで見ていきたいなと思います。間違えたのかなと思うぐらい早く発送していただいて、7月のデートでも使えることができて嬉しいですということでね、喜んでいただいて、革の上品さとか、機能面もね大満足してますということで、嬉しいです。そして次の方はね、機能性、見た目、サイズ感がシンプルかつ洗練されてて一目惚れだったんですが、iPhone のねでかいシリーズプロ系のやつとかやったらちょっと入らへんかなということで、通常サイズじゃなくてこの大バージョンやったらねもう楽々入るんですよ。これがね僕 iPhone 13 mini なんですけど、ミニはねもちろん楽勝で入るし、これぐらいこの横があるのでプロとかでも入るんですが、そういったことを考えてね大サイズにしましたって、これ通常サイズもあるんですけどね、そういったお声があったりだとか、以前からこちらのバッグに興味があり先日購入できたので、幻のブラウンを購入いたしましたということで、iPhone 12 Pro Max も真ん中センターのポケットすっぽり入りますしということでね、長財布も余裕持って収納することに満足してますということなんで、長財布とかちょっと大きい財布持ってはる方はもうこの大バージョン、もう迷わず大バージョンなんですけど、通常バージョンは 1.5 センチここ短いんですね。スマホのとこが 1.5 センチちっちゃいので、ちょっとプロ系はケースとか入れちゃうと入らない可能性ありますし、あと長財布もねこっちだったら結構すっぽり入っちゃうので、まあそういった方にはねもう迷わず大サイズかなと思うんですけど、そんなことで、最後ねこれで1万円ハテナといういい買い物ができましたと、皆さんの努力に感謝いたしますということでね、まあ、こんなめちゃくちゃ喜んでもらえると思います。縫製工場さんとか革の工場さんね。以上が、レビューということで、結局まあこういったものってね専門的な持ち屋じゃないですか。だから僕全部持ち屋で頼んで、 T シャツは糸屋に頼むし、カバンはカバン屋に頼むし、ネックレスはアクセサリー屋に頼むしっていうことで、全部専門のねプロフェッショナルに依頼してますので、もう本当ねこういうのでねどんどん脚光を浴びていくというか、皆さんの広めにね見ていただくっていうのはね非常に僕も嬉しいかなと思います。そしてね新作もまだまだいろいろあるんですけど、今回ちょっと話長くなっちゃったんで1点だけお話ししていこうかなと思うんですけども、何かというとですね、こちら生地のサンプルだけお見せしましょう。何ですかこれは。そうよく見てください、
フリースの生地なんですね。でこのフリースのこれはストレッチの効いてる生地になってるので、これはどこに使うのというと、こういう脇ですよね。この脇のとこにストレッチが効く素材を持っていったりだとか、あとはねこういったナイロンのね素材を肩のリュックの部分とかこの肘の部分に当てることによって毛玉になりにくい。じゃあ大元のフリースは何使うの？もちろんポーラテックでございます。お楽しみくださいということでね、なんつったってこんだけねポーラテックのサンプル生地を取り寄せて一番いいやつを選びました。一番高いやつを選びましたんでね、楽しみにしていただければいいかなと思います。まあパッて見てもらうとねこういった感じのふわふわした、フリースなんですけど、一番値段高いです。何回も言うけど一番高いからもう倍ぐらいする値段のやつ選んでますので、また楽しみにしていただければなということで、本日はですね自分のブランドジャパンメイデアの売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。